きました。え、暗っ。なんで天気どこにあるの。え、おお、ついたついた。え、なんお疲れです。佐々木くん、暗っ。お化け？何やっとん？見て、見て、見てください。うえ？おお。何やっとるマジ？めちゃめちゃ綺麗やん。いや。見える？クラウドリーム良くないですか？めちゃめちゃいいんだけど。大君助けて。え、何これ？寝とったの？寝と？いや、ちょっと休憩してますね。ちょっと仮眠を。これ趣味？これ趣味っすね。いつもつけて。めっちゃいいじゃん。大君助けて。プラネタリウム。大君。助けて。めちゃめちゃいい趣味一人。吉田君こういうの好きですか？いやめっちゃ好き俺。俺買いたいなと思ってて。プラネタリウム？そう。吉田君見て。ズボン。めっちゃズボン履いてるこれ。これドンキで。モコモコやん。買ったんすよ。こういう可愛い系の服好きなんすか？あれ、あれ見して、あれ見して、あの靴下見して。え？矢田くんがよう履いてるあの靴下。あの靴下？例の靴下。靴下ないな。ちょっとごめん。もう押し込んでるかもしれない。猫ちゃん靴下があるんです。と可愛い。猫ちゃん靴下。ここにめっちゃ可愛い猫ついとって。うん、ピンク色の。いや普通ですよ。あ、そういう可愛いのが好きなんだ、佐々木くん。あ、私服。自然と。私服はそんな変なあれか。そうそうそう。そんなにあれか。これとか家だとめっちゃ可愛いみたいな。家だと部屋着でこんな感じですね。あれあるじゃん、クッパジュニアの。おお。そうですね。これもあるし。ミッキー、ディズニー好きなの？ディズニー、まあ普通ですね。ディズニー好きとか嫌いとかじゃないけど。最近いつも思うんだけどさ、部屋暑すぎんこれ。え？汗止まらんぞ。ちょっと脱ぎたい。寒がりなんですよ。熱くないの？うん。いや、このプラネタリウムはマジで意外だったらさっくん。これつけてるとやっぱ落ち着きますね。いや、これ落ち着くわ。これでさ、はい、なんか好きな BGM とか流してさ。あ、そう、いいっすね、それ。うん。それ見ながら何考えるの？それ見ながら。星見ながら何があるの？いや、宇宙は広いな。この笑い声です。じゃ助けて、マジで。うん、じゃあまあ、どうしたんすか？うん、まあ、iPad 買って、うん、あの買ったばっかで電源なくなっちゃって、はいはい、で電源入れるじゃん。そしたらなんか最初の画面戻るやん。それでロックしたつもりなかったんだけど、はい、パスワード入力してくださいみたいな。ああ、ありますね。多分やってたんだよね、勝手に、はい、勝手にっていうか多分やってたんだけど記憶なくて、うん、で、何だったっけなと思って、この iPhone と同じやつ入れても違ったの。うんうん。え？みたいな。で、心当たりがあるやつを何回かやって、10回目で、うん、あの、もうこの iPad も閉めてください。完全にロックされたやんで、セキュリティが発動して。いやいやいや、あるやつね。カットばっかですよね、それだって。そう、カットばっかで、電源落ちちゃって。iPad？ そう。まあ、佐々木くんに何とか助けてほしいなって。そう、そのために来たんですよ。そう。あ、したら、なんか星に止まってああ、うん、おかりでみたいな。だからこのカーテンもこれ星なんだ。ちょっとやってみますね、一回。最初にしかできんわ。そうだね、そのために。なんか調べたらソフトバンクに持ってっても、うん、僕ソフトバンクなんですけど、ソフトバンクに持ってっても、うん、なんかアップルストアに持ってっても、うん、なんか修理屋さんに持ってってもできませんって言われるらしいんですよ。あ、そうなんだ。なんかデータなくなるよみたいな。あ、自分でやってくださいみたいな。そうそうそう。で、MacBook、佐々木くんしか持ってないんで、うん、MacBook だったらできるらしいんですよ。じゃあ、あの、Mac だったら佐々木くんに何とかしてもらおう。そう、ここはこれ編集中。これダメだったらどうする？もう一回買うってこと？高間もう一回買うってか、どうなんだろうね、これ。まあでも、iPad が使用できませんって表示されてるだけですよね。うん、じゃあ、できないことは絶対ないから。お、初期化したらできる。なんか、こっちのデータ一旦全部飛ばすってことかな。うん、まあでもデータなんて入ってないだろ。ほぼ入ってないです。アプリを、うん、使うアプリだけ取って、うん、使うアプリだけ取って、うん、
で、まあ、パスワード入れてそのアプリ使えるようにしてるだけなんで。なるほど、まあ、別にもう一回やり直した感じ。いや、こういう時にあれだね、心強いね、こんだけなんか詳しい人がいると。パソコン系詳しすぎて。いや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 、うん、これがそういうこと。これがそうですね。はいはい。 iPad は使用できません。出てます。マジで何もできない。出てます。しかもなんか、うん、ミスしていくごとになんか最初は1分後にやり直してくださいみたいな、うん、でその次は3分後、その次は10分後みたいな、うん、どんどん伸ばされてって、はいはいはい、あ確かそうだよね。最後の方とか1時間後にやり直してください。1時間後みたいな。昔の iPhone とかそれ制限なくてもう何千年後とかになるらしいんですよ。マジ、もう制限がないから。何千年後に起動してください、ね、あ、その何回やったらもうこういう状態にならないと。そう、こういう状態にならない、使用できませんにならないですよ。何千年後って使用できませんと一緒やろ。使用できません、一生使えんよね。もうそこまでいっちゃってるんですよ。何回目だったかな、8回目か9回目ぐらいの時に1時間で出てきて、その時に絶望した。1時間かよみたいな。その時にちょっとやばいなと思って調べなかったんですか、逆に。調べながらやってたやん。あ、調べながら。そうで、うん、なんか一応そのもうなんかわからないわけだから、うん、その何、一応10回目までやっちゃうみたいな。10回までやっちゃう、そのやっちゃっても、うん、や8回目の状態と10回目の状態も変わんないわけじゃん、うん、パスワードがもう分からないから、うん、だからどうせだったら10回目までいっちゃう、もういっちゃうと思って。でなんかその当たる確率が、うん、ロト6当たるぐらいの当てれるんじゃねえと思って、うん、心当たりやったから、あ、そうそう、それになんか押し間違いとかのパターンとかも試して10回目で散った。完全に負け。でもさ、タクマ1時間つっとるやん、うん、俺実は俺携帯変えたじゃんね。そうっすよね。これめちゃくちゃ面白い。これマジで面白いですよ。めちゃめちゃいいやつが、うん、そう、一番新しいやつ変えたんだけど。そうじゃないですか。前吉田君何でしたっけ、8でしたっけ。俺8使っとった。8も画面バキバキのやつ使っとって。普通にちょっとiPhone で撮れるタイミングとかあったから携帯変えた方がいいっすよみたいな、うんうんうん、で変えたんだけどバックアップ2年撮ってなくて吉田君、うん、で、2年分のバックアップをその8で取ったんだよ、はいはい、2年ぶりに、うん、何日バックアップ取るのに、山形さん最初、うん、バックアップ取るのになんか最初何分とかだったのがどんどん増えてくじゃん、うん、そうそうそう、ああ容量が多すぎて、そうで、たくま聞いてみたいな、うん、どうしたんすかみたいな、バックアップどれくらいかかると思う、うん、で俺もなんか昔バックアップ全然半年ぐらい取ってなくて、うんうん、なんか8時間とかかかった記憶があるの、うん、寝る前にやって起きた時にバックアップできてるみたいな、うん、でも2年だし10時間ぐらいですか、うん、24時間。あ、24時間バックアップ取るのに時間かかりますみたいな。そんなことあります、すごいな。爆笑して、うん、でまあ寝るじゃん、それで、まあ、寝て、うん、で明日の今まで使えませんね、寝て起きて、だからまあバックアップ取るまでにあと何時間だと思う、まだ大体あと12時間くらいじゃないですか、あと3日って出とるって、うん、3日です。あと3日かかって今現在タクマンちに置いてやっております。充電させながらと。そうそう、そんなことある、3日よ。頻繁にバックアップは取った方がいいってことですね、これ。うん。3日って。これ3日さ経ってからでもこっちにやればいけるってことでしょ。そういうことですね、うん、でもある程度俺取り直しちゃったんだよね、もう諦めて。正直なんか2年前のバックアップのまま携帯2台持ちみたいな感じで使うのがいいんじゃないですか。ああ、なるほどね。でもこれどうにかなりそう、その iPad は。まあちょっとわかんないですけど、ちょっとやってみますね、一回。じゃあお願いします、先生、はい、佐々木先生お願いしますね。やっていきますか、じゃあ。できましたね。できた？うん。ガチ？吉田くんはもう帰りました。これ？うえー、すげえな、マジで。こんにちは。こんにちは。ハロー。うん。確かないし、別に。天才やん。これで、設定で。なるほど。ありがとう。はい。天才。アノニマス、佐々木の。